です。これが山本さんキャッチボールの映像ですね。このね、この腕の出て、はい、うん、まあ一軍にやっと合流したのかなっていう感じですね。まあ人工芝でやるっていうのが気になるところではありますね。まず自分がどういう風な感じで投げれるかっていうのを。ジャイアンツ、ただいまの会に代打いたしました。沢村に代わりまして上原、2番セカンド山本、背番号11。2008年11月1日西武との日本シリーズ以来の降板、上原コールで迎えますジャイアンツファンです。さあ、まず山本昌さんはどのあたりをこうチェックポイントに見ていきますか。今を迎えます。復帰第1球は外いっぱい決まりました。そしてこの変化球、ワンボールツーストライクだ。ここも落としてきた。マウンドに上がるときにベンチ裏に控えていた選手だけではなくてチームスタッフも高め浮きました。どのあたりを見て山本さん、その外いっぱい決まりました。見逃しの三振、確認してという作業ですね。そうでしょうね、はい、3歳を迎えるというこの2人です。これがもう少しストレート決まりました。3ボール、そしてサインが決まった。スプリット、際どいボールです。まあでもやっぱ落差は大きいですね。そうですね、24歳ですから、こうしました、打ち取りました。ショート、ツーアウトです。右ですからね、はい、それでこのようなピース、変化球打ち取った。あ、しかしここは今日も経験しました。外のボール、バットの先端、両大間抑えました。フォアボール1つを許しました。今上原コールです。